11月27日土曜日、藤原町篠田地の妙行寺で総銀杏のライトアップが行われました。これは綺麗に色づいた銀杏をめでながら深まる秋を堪能してもらおうというもので、地元の有志の秋を楽しむ会の皆さんが開いたものです。今年で3回目となったこのライトアップに合わせて音楽イベントも行われました。地元を中心に活動しているアイリッシュハープ奏者藤本結衣さんのご家族による心温まる演奏です。この立派な銀杏は1756年に本堂を移築する際、この場所に植えられたと伝わっています。樹齢およそ260年、5年ほど前には大掛かりな剪定作業がありました。岐阜県の上石津町から訪れていた人は、これだけ見応えのある銀杏はなかなかありませんし、ライトアップされると昼間見るときよりも風情があってとても素敵ですと話していました。境内に焚かれたかがり火も訪れた皆さんを温かく出迎えていた総銀杏のライトアップ。木の笛とアイリッシュハープのアンサンブルユニット山コカリーナの演奏もありました。アイリッシュハープの独奏では里の秋などが演奏され、繊細で温かみがある癒しの音色が境内に広がりました。妙行寺の服部良恵住職は、このライトアップを通してお寺に地元の人が集い、お互いに地域を見つめ直す機会にしていただけたら幸いです。来年こそは皆さんが自由に集まり活動できることを願っていますと話していました。